我は風魔荒ぶる魔、そして混沌をもたらす風。天正10年6月、京本能寺。織田信長は家臣明智光秀の謀反に遭い、愚連の炎に消えた。統一終着至極に存じます。我が部、我が力、闇にても日の元にても無双である。まことに終着。くだらぬことだった。家康公、くだらぬ遊びに付き合いいただいた例だ。半蔵の命と日の元をくれてやろう。幕府でも何でも開くがいい。そして我が自責を一切消せ。そして史実を作り上げよ。天下人ならばたやすかろう。闇は実力で奪い取れ。